私も続こう。加藤純一のチャット、なんでここにいんだよ。生配信やってるでしょ今。セキロウさ、ねえ、なん有名、あの人めちゃくちゃ今有名に乗りに乗ってるけどさ、なんで仮想配信者までその恩恵受けてるんだよ。なんで受けてんの、キャラ出てんだ。しかもあの人グラブルやったことないでしょ多分。なんかお前の信者が、いや俺の信者じゃない、俺信者いないから、敵しかいないよ俺、アンチしかいないから俺のところ、アンチか通りすがりしかいないから、うん俺のところ。あこいつ、こいつサイバー攻撃してくんのこいつこいつさ半年前くらいにさ、ねえ嵐誘導されてますよ、晒されてんの、どういうこと。なんか急に増えたってことはどっかで晒されてるんですかね。ねえこいつこいつだよ、ずっと監視してるの確か、こいつがコロコロさんが荒らせてるの言ってないでしょ絶対、怖いわ何の設定もねえじゃんだって、うん、マジで。でも電子バト俺信じないから電子バトさ信じる人って大体さトラブル起きるじゃん、電子バトはね信じないんですよ俺、残念ながら。だってあの人だってあれでしょ、ゲーム系じゃないじゃんあの人てかあの人が仮に荒らせって言ったらもうこんな状況じゃないと思うんですよね、うん、だって前になんだっけグラブルのツイキャスの時にさ2つの界隈からさって、でもなんか晒されてるかもしれないよね急に急になんか来たってことはさ、誰かしらからは晒されてる可能性は、まあ、なきにしもあらず。まあ僕なんでまあいい噂で晒されてるとは思わないですよ、仮に晒されてるとしたら。敵多くね、敵多いよ俺、俺そんなに何もしないんだけどそんな過激な発言とかもうねしない、平和なねやってんだけど、俺なんか敵多い敵多いし、俺その人たちに対してなんか煽ったりもしないわけ俺ね、穏便に済まそうとさ俺してんのに、なんか敵が増えていく一方なんだよ、まあ、この人たちは多分違う界隈の人なんだけど、そのコレコロさんとかそういう人たちは全く関係ないんだけど、多分何かしらのなんだろう、多分仮想配信者かなんか分かんないけど、何かしら分かんないけど晒された可能性は高いでしょ高いでしょこれ高いでしょねえ、わかんないけど、わかんない、俺の思い過ごしかもしれないな。AA ってやつが加藤純一のチャットで売名してるぞ。あのてかあそこのさ人たちのチャット、なんか異様にさ、なんかこんなやつの配信より面白いぜみたいな、めっちゃ連続してるやついるけどさ、あれランダムでやるってこと違うよな、俺だから俺の例えばさ、こいつ仮想配信者だからみたいな感じでさ、そういうこと違うよな、俺じゃないよ。あその確率高いな確かに、あそれはあり得るかもしれない、手当たり次第にさなんか言ってるような仮想配信者、名前さなんかこんなやつよりみたいな URL ポンって押してさ、だってボーマンダってさ俺見たことあるもん、多分加藤純一さんのコメントないし、エモンじゃないけど、すごいよな、だからなんだっけ、そのチャットでブワーって流れてる中でさ、そのちょっとしか出てないでこのあれじゃん、人来るわけじゃん、やっぱだから思うとすごいよね、うんこちゃんさんうんこちゃんさんすごいよね、だからすごくない、よくよく考えてみると、だって俺のさ
さ、俺のだって何、例えば一番多い時生配信でそうやって俺の配信見に来いよって誰一人行かないわけじゃん。でも、まあ、その人のね、その何十時間も今やってるわけじゃん、のチャットでちょっとだけ見えただけでさ、これだけ来る来る、これだけって言っても分かんないけど、わけじゃん。すごいなと思う。あんのかな、他の人、コアソ配信者とかでもある、ここに来るってことは割と仮想配信者を見るってことでしょ。あの初見ですってさ2回目とかでさ、初見って、あそうなのって言われたらブチ切るの、君たちは。初見じゃねえんだけどっつって、うん、ブチ切れんのかなおめえもだから、おめえだって、おめえ、え、どうなのお前、お前そうだよな、サイバー攻撃してきたやつだな、なんとも、まあ、なんとも思わないんだ。さあ、仮想配信者って本当にさ、優しくされるもんだと思うんだけどさ、サーバー攻撃されてさ、で、視聴者参加型でさ、俺さ、やっとさ、なんか、人来始めたのね。こんな感じじゃなくて、もうちょい人来てさ、やったと思ったらさ、確かこいつに、所詮画面の向こう側の人だろ。こいつにさ、確か、サイバー攻撃されてさ、ずっとさ、あれなんだよね、マイクラフト俺、視聴者参加型できないんだよね、俺。あ、人違い、マジで。本当？エモンの方？あ、でもお前あれだよな、いつもさ、チャット消去するチャット消去するから違う可能性あるんだよな。ちょっと違うような気がするみたいな。まあ、どっちにしろ僕もマインクラフトできないから、まあ、人違いだろうが、人違いじゃなかろうが、まあ、関係ないんですけどね。そう、有料サーバー買ってさ、あの俺月2、3000円するやつね、サーバー攻撃されてさ、で使えなくなって、解約するの忘れてさ2ヶ月分くらい払ってたからね、俺マジで悲しかった。